ざっくり言うと meet っていうのは、うん、例えば偶然会ったりとか、なるほど、それか、うん、約束事があって会う。 see は会う以外の予定も含めて see っていうことができるんだよ。少ない会話でも大丈夫。うーん、でも会話がないと meet、 met って使えないんだよね。 nice to meet you が初回なんだよね。2回目以降からは nice to see you。スピーキングスピーキングスピーキングなら英会話スクールアイテムのゆうたとたずい、よろしくお願いします。今日は meet、はい、と see の違いを教えてください。教える系が多いなぁ。いや教えてほしい、もう基礎だけどね。なんか教える系が多いなぁ。結局 meet と see って何ですかっていうのに、ね、戻ってくる。はい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 、はい、どう使えばいいの。なるほど、うん、まあどっちも合うって意味で使う人が多いよね。うん、そうだね。正解なのよそれが、うん、ぶっちゃけ言うとどっちも正解なんだけど、うん、それ要はその正解の中でどういった趣旨とか、そどういったことをしてるかによって使い方が変わってくるんだよね。そうそれを教えてほしい。なるほどなるほど、はい。ざっくり言うと meet っていうのは、うん、例えば偶然会ったりとか、なるほど、それか、うん、約束事があって会う。例えばさ、ミーティングってあるじゃん、うん、Google Meet、うんうん、これ、ね、全部ちゃんと約束事を決めて、じゃあこの時間からこの時間までやりましょうねって決めてミーティングするみたいな感じじゃん。そうだね、そんな感じよ。うーん、だから偶然会うか約束事があって会う。で C は、うん、結構幅広いんだよね、うんうん、誰かに会うってことだけでももう大丈夫。うーん、例えば、I'm gonna go see my friend today。 友達と会ってくるわ。うんうん、まあ、時に決まってないけど、何をするか。え、I'm gonna meet my friend ってダメだ。あ、もう大丈夫だよ。あ、いい、まあ、どっちでもいい。 Friend は結構ね、緩くてどっちでも OK。 うーん、でも、それがまたややこしいのがあって、うん、その C は会う以外の予定も含めて C っていうことができるんだよ。例えば、See a doctor。 あ、お医者さんに見てもらう。うん、そうそうそう。じゃあ、会うだけじゃないってことか。そう、まあ、でもさ、言うてね、Doctorなだけな気がするんだよ。結構少ないんだよね、その例外的なものは。だからまあ本当に誰かと会う、I'm gonna go see my friends、 I'm gonna go see my boyfriend、 my girlfriend、 my dog でも大丈夫。 I'm gonna meet my girlfriend だとどんな感じになる。それも大丈夫。あ、大丈夫なの。大丈夫、意外と大丈夫。意外と大丈夫なの。そう、 I'm gonna go meet my girlfriend、 I'm gonna go see my girlfriend。 へー、え、じゃあ絶対にこれはダメだよみたいな時ってあんの。例えば有名な人っているじゃん、うん、なんか好きな有名人行ってみてよ。ブルーノ・マーズ。 OK、 例えばブルーノ・マーズにさ、うん、偶然会う、うん、でさ I met Bruno Mars って言うと思うじゃん、うん、なえ I saw Bruno Mars。 何が違うの。例えば、うん、ブルーノ・マーズ見かけます、あ、すげえ道で会った、そうそうそう、おー、すごいね。それで、まあ、どっちを使うかってなってくると、うん、まあ、See Exactly あって Yes Because、うん、見かけてるんだよね。あ、そうだね。有名人の場合とかだったら、うん、ちゃんと話すことで meet になるの。I met Justin Bieber yesterday だとしたらもう話してるんだ。そう、それで Hi Can I have an autograph? Can I take a picture? みたいな感じの、うん、まあ、少ない会話でも大丈夫。うーん、でも会話がないと meet、met って使えないんだよね。なるほどね。そう、この前渋谷で芸能人見たわみたいな時は I saw、 I saw の方がいい。 Exactly。 これね、あのね、さっきのドクターのやつとも絡んで、うん、例えば I'm gonna go see Bruno Mars tomorrow だったら、ブルーノ・マーズのライブに行ってくるわっていう風にも使えるのよ。じゃあブルーノ・マーズ会うだけじゃない目的があるからってことか。 Exactly。 なるほどね、うん、これね結構ややこしいんだよね本当に、うんうん、例えばさ結構簡単なの覚え方があって、うん、例えばさ Nice to meet you と Nice to see you ってあるじゃん、うん、これ何が違うかっていうと Nice to meet you が初回なんだよね。そうだね、初めましてです、うん、I'm going to meet my new teacher。 もう初めて会う、うんうんうん、で2回目以降からは Nice to see youっていうんだよね、うんうん、まあこんな感じで覚えていけたら、まあ、知ってる人だってこと。そうそうそう、大丈夫だ、なるほどね。で追加で言うと meet はどっちもその会う意図があることが多いんだよね、うん、まあそういうイメージがつけられがちだよね、うんうんうん、でも see は一方通行のイメージもつけられがち。だから see Bruno Mars だとブルーノマーズ見かけたみたいな意味になる。そう、別にブルーノマーズが自分を見てるわけないじゃん。まあそうじゃないじゃん、うんうんうん、緩いけどややこしいんだよね。確かにこの辺使いながらちょっと慣れていくっても大事なの。そうね、シチュエーション別とかでね。だから要は慣れです。慣れですね。慣れ継続の力は慣れです。はい、はい、というわけで皆さんもあの meet と see 基本はこんな感じで覚えてもらって、うん、であとはもうシチュエーションをどんどん作っていただいて、会話してもらえたらなと思います。はい、はい、では今日の動画を見ていただいて、ちょっとでも英語を頑張りたいと思っていただいた方、まあちょっと応援してもいいかなって思う方、はい、はぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、ではまた次の動画です。せーやーせーのスピーキングスピ What the f**k is that?
まってきた。はい。いきます。いや、いや、無理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 。せーの。スピーキングスピーキング。今日も動画を見てくれてありがとう。英会話スクールアイテムでは、いつでも無料ガイダンスを実施しております。下の概要欄のリンクから飛びますので、ぜひ飛んできてください。待ってるぞ。絶対だよ。飛んだよ。